はい、皆さんハロハロベコです。お久しぶりです。はい、ということでね、めちゃくちゃ寒いですね。車の中って案外結構寒いんですよね。ただ、そんなことは言ってられないです。見ていただいてるね、皆さんにね、面白いねコンテンツを提供できるように、今回はエブリィの激安カスタムをしていきたいと思います。そんでね、使う材料なんですけど、はい、こちらドドンとM8 のワッシャーですね。もしかしたらドドンとこっちのワッシャー使うかもしれないんですけど、ちょっとやってみてって感じですかね。 M8×26 か22、この輪っかのこの太さが違うだけのものなんですけど、それはちょっとねやりながらどっち使おうかなっていう感じで進めていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。ドドンと、はい、ということでね、今回はこのね、コーヒーの極みではないですね。はい、ごめんなさい、これベコがね大好きなコーヒーです。いつも普段飲んでます。この大きさがなんかちょっとお得かなと思って毎回これ買ってます。はい、そんなことはどうだっていいんですけど、はい、今回はこのエブリィのステアリングの角度調整をしていこうかなと思います。なんで角度調整なんかするのっていうところだと思うんですけど、実は DH7V のエブリィの場合、このステアリングの角度調整ってできないんですよね。確かベコの記憶だとエブリィワゴンの場合は簡単にこのステアリングの角度調整ができる機構がついてたと思うんですよね。なんですけど、なぜかエブリィバンの場合は角度調整できないんですよねまあいいや、今回はこのねワッシャーを使ってその角度調整をしていきたいと思います。これ結構ねエブリィバンを乗られてる方のド定番のカスタムのようなんですよね。だからちょっとね面白いかなと思いまして、ベコもやってみようと思って、今回挑戦していきたいと思います。ドドンと、はい、ということでね、何をどうしたいかっていうと、このステアリングの下のところに実はちょっとした覗き穴がありまして、ここからこう覗くと、見えるかな、あ、見えた。ここの左側のボルトと右側のボルトでステアリングが固定されてるんですけど、このボルト2本を外してそこにさっきのワッシャーをかませるとステアリングの角度調整ができるっていうことのようなんですよね。結構ね多分簡単にできると思うんで、それじゃあ早速、まずこのステアリングの下のこのカバーを外していきたいと思います。結構簡単で、ここに実は見えるかな、見えなかったらごめんなさい、プラスの、ネジがあるんですよね。まずこいつを外していきます。はい、ということでね、今これ外せました。じゃあ次に下のカバーを外していきたいと思います。どこか爪で止まってるだけだと思うので、とりあえずねちょっと引っ張ってみたいと思います。よし、外せた。ということでね、これが下についてたカバーです。さっきね下に、ネジの穴ありましたよね、ここで。反対側見るとこんな感じになってました。爪で止まってる部分はこことあとこことっていうところですかね。 あとこっちか。結構折れやすそうな爪なので、ベコみたいにね皆さん強引にね外さないようにご注意ください。多分簡単に折れちゃうと思うんで、そこだけ十分に注意してください。それじゃあね、今度このボルトを外すために用意したのがこちらの工具ですね。まずラチェットと12ミリのボックスと、あとエクステとスピンナーですね。この工具でいけるかなちょっとね初めてやるんでわからないんですけど、おそらくこのボックスにエクステつけて、で多分ギリギリ届くと思うんですよね。
あーギリギリ届きましたね。で多分めっちゃくちゃ硬いと思うんで、ラチェットはまだ使わないで、このねスピンナーをこう差し込んで回していきたいと思います。あー緩みましたね。このね鍵のところのこのハーネスですかね、これが結構邪魔で干渉しちゃうんで注意した方がいいかもしれないですね。よいしょ、もうちょっとねエクステが長いとやりやすいかもしれないです。よいしょ取りました、はい、ということでね1本ボルトは外して、でもう片方のボルトは緩めるだけにしました。多分両方外しちゃうとハンドル落っこちちゃうと思うので、だから1本だけとりあえずね、外しました。で一応検討した結果、こっちのワッシャー、M8×22 の厚みが 1.6mm、 これを2枚かまそうかなと思います。2枚ね開けてみたんですけど、 1.6mm の厚みが2枚なので 3.2mm の厚みになると思います。多分3枚もギリいけるかもしれないんですけど、このねネジ山が噛む山が少なってしまうと思うので、今回は2枚でやっていきたいと思います。でね噛ませる場所なんですけど、さっきここのところに、ボルトが挟まってました。でここの隙間、こっち、ここの隙間のところにワッシャーを2枚かませていきたいと思います。ここのところにワッシャーを2枚かませてボルトをオンしました。で、今度はこっちのね、反対側の方をやっていきたいと思います。見えるかな？ここにワッシャー、ちょっとボケちゃうな。そこにワッシャーがあるんですけど、2枚。うまくねこのプラスのドライバーで少しずつ動かしながら、で反対側のこのボルトを緩めたり締めたりしてワッシャーをスライドさせて、で固定すればこんな感じでねうまく穴が合うようになります。よいしょっと、それじゃあね早速触ってみます。よっと、お、なん、ん、ん、なんか若干変わったような気がしますね。変わったのかな。なんか若干変わったような気はするんですけど、言われてみないとわかんないですかね。はい、今とりあえずワッシャー2枚入れたんですけど、もうちょっとね角度変えたいよっていう方はね3枚でもありかもしれないんですけど、作業途中やってて思ったのが、やっぱりワッシャーの厚みが増えれば増えるほどボルトのね山の紙数が少なくなってくるので、厚みはね十分にね注意していただいた方がいいかなと思います。あ、でそうそう、あと以前ねここにステアリングのスペーサーを入れてステアリングを手前にオフセットしたんですよ。でそしたらここのウインカーからステアリングまでのこの距離がちょっとねなんか遠くなってしまって、どうしようかなってね思ってたところ、いろんなねリスナーさんにコメントをいただいて、延長をつければいいんじゃないのっていうことで、その後すぐに買っちゃいました。ドドンと、はい、台形さんから出てるウィンカーレバーポジションアップキットっていうものを、購入してみました。これちょっとついでにつけちゃおうかな。よし、それじゃあこれ早速つけてみます。ドドンと、はい、ということでね、この延長キットをつけてみました。これね結構良かったです。こうステアリングに手を置いて、
全然ね、ウィンカーのレバーのところまで遠く感じないですね。だいぶアクセスしやすくなりました。うん、こんな感じですね。でね、本音言うと、まあこれプラスチックというか樹脂というかそういう素材なので、だいぶねプラスチックな感じはするんですけど、鉄製のものとかもあったんですよ。なんですけど、それ結構重量が重くて、例えば右折のウィンカー下に下げて戻した時、右折のウィンカー出して戻した時にこの反動で上まで行っちゃうこともあるみたいなんですね、重たいパーツだと。だからまあこれはこれでありなのかなってベコ的には思っております。でここね、ネジ、2本で、ここの角度の調整が簡単にもできるので、その人にね合ったカスタムもできると思います。これね買ってよかったかもしれないです。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画はワッシャーを使ってエブリィのステアリングの角度調整をしてみたっていうね、そんな動画を撮影していきました。うん、今回の調整に関してはベコ的にはそんなに違いを正直感じられませんでした。場合によっては、まあ、その人の体型によって、だいぶ変わったよってね、思われる方もいらっしゃるかもしれないです。うちのリスナーさんは、変わったからおすすめだよって言ってくださったので、人によってはね、ありなんじゃないかなって思います。今後、しばらく運転してみて、違いが感じられたらいいなって思ってます。はい。で、注意していただきたいのが、一応ね、ワッシャーをかませるような、本来設計にはなってないので、もし、施工される方は十分にご注意ください。ハンドル落ちちゃうんでね、下手すると。なので、まあ、一応自己責任という形でお願いいたします。はい、ということでね、今回の動画がいいねって思っていただいたら、ぜひいいね評価とチャンネル登録の方お願いいたします。それじゃあ今回はこの辺で、バイバイ。